コシュレルの戦いは、1364年5月16日に、フランスのルマンディ地方のウルベックコシュレル付近で起きた、フランス王国軍とナバラ王国軍の間の戦いである。ナバラ王カルロス2世が、ブルゴーニュ皇の継承権をめぐって、フランス王と対立し、100年戦争でフランスと、交戦状態にあったイングランド王国と結んで、 ノルマンディに攻め込んだが、フランスに撃退された。ナバラ王国は、フランスとスペイン国境にある小国で、13世紀頃から、フランス王家と、血縁関係が強くなっていた。カルロス2世は、フランス王族エブルーハクフィリップと、フランス王類10世の長女で、ナバラ女王のフアナ2世の間に生まれ、ノルマンディ地方に所領を有していた。100年戦争の混乱の中で、 フランスでの影響力拡大を狙っていたカルロス2世はフランス王ジャン2世が徴用した王軍総司令官のシャルル・デ・ラセルダと対立して1354年に殺害したりイングランドに近づく動きを見せたりしたためジャン2世に拘留されるなどフランス王家と関係が悪化していった1361年にブルゴーニュ公が死去するとカルロス2世は 長系相続者として相続権を主張したが、行為はジャン2世に渡ったため、カルロス2世は、ブルゴーニュとノルマンディの進行を計画した。カルロス2世は、イングランドのエドワード・クロ大使の紹介で、ガスコーニュ貴族のジャン・ド・グライーを雇い、ノルマンディに送り込んだ。グライーは、ポアティへの戦いで、イングランド軍の勝利を決定づける働きをするなど、武将として巧妙で、 年代記作家のジャン・フロア・サールが、騎士の勘と称賛した人物である。一方、フランス王シャルル5世は、馬上や理事愛の名手として知られ、ブルターニュ継承戦争で武将として、名を挙げつつあったベルトランディン・ゲクランを派遣した。コシュレルの、戦いフランス軍中で最も位の高い人物は、オセール博だったが、実際の指揮を取ったのはゲクランだった。ジャンド・ドビエンヌのようなブルゴーニュ騎士のほか、 ブルターニュ、ピカルディ、パリ、ガスコーニュなどの各地から騎士が集まっていた。ナバラ軍の指揮官はグライデ、で800から900人の騎士とノルマンディー、ガスコーニュ、イングランドから集められた兵4000から5000人が従った。また、イングランド町、旧兵300人も参加していた。ナバラ軍中の再精鋭は総攻兵士と長級兵からなるイングランド部隊で、 キシジョン・ジュエルが率いていた。イングランド兵とガスコーニュ兵の多くは、ブルターニュとフランス西部で活動していた、傭兵団の兵だった。ナバラ軍は丘の上に兵を三列に並べて両脇に、急兵を配置した。これは、当時のイングランド軍がよく使った、防御力の高い陣形で、白兵戦に持ち込まれる前に、急兵の猛烈な射撃で、敵兵力を粉砕してしまうというものであり。 イングランド軍はこれまで数多くの戦闘で勝利を手にしていた。ところが、ゲクランは、ナバラ軍の陣地に一度攻撃を仕掛けて挑発した後、わざと物体を交代させた。これに誘い出された、ジョン・ジュエルとイングランド兵が、丘の上の陣を捨てて駆け下りると、グライーもこれに続かざるを得ない状況になった。丘を下ったナバラ軍は、ゲクランが繰り出した伏兵によって、 側面を攻撃されて壊滅し、グライーは捕虜となった。敗戦により、ナバラオ・カルロス二世の帰とは頓挫し、ブルゴーニュ・コークライの要求を放棄した。百年戦争で有名を馳せていたグライーを破ったことで、ゲクランの名声は一躍高まった。グライーは解放された後、エドワード・クロ大使に従って、スペインで第一次カスティーリャ継承戦争に従軍し、 1367年に起きたナヘラの戦いで再び、ゲクランと戦うことになった。この戦いではゲクランが破れて捕虜になった。ありがとうございます。